HD28185B は地球から約129光年の距離に存在する太陽に似た恒星 HD28185 を周回する太陽系外惑星である。天球上ではエリダノセザの方角に位置する。この惑星は2001年4月、コラリーによる難点の太陽系外惑星の調査で発見された。2008年に行われた。 マゼランプラネットサーチプログラムによる調査でも改めてその存在が確認されている。HD28185B の軌道は恒星のハビタブルゾーンの内側の境界付近内に位置している。HD28185B の発見はそれまでに見つかっていた他の多くの太陽系外惑星と同様、惑星の重力による恒星のふらつきを検出する。 ドップラー分光法により行われた。この方法では、ドップラー効果による恒星のスペクトルの変化から、惑星の存在を導き出す。2001年、HD28185 のスペクトルが383日の周期で変化しており、かつその振幅から、加減質量が、木星の5.72倍の惑星が存在しているとの発表がなされた。 HD28185B は恒星を1.04年で周回する軌道をとる。それまでに見つかっていた長い光転周期を持つ他の多くの太陽系外惑星と異なり、HD28185B は太陽系の火星に匹敵する低い軌道離心率の軌道を持つ。その軌道は恒星のハビタブルゾーン内に位置している。視線速度法の振幅から、 HD28185B は最低でも太陽系の木星の5.7倍の質量を持つ惑星であることがわかっている。しかし、視線速度法でわかるのは最低質量だけであり、惑星の軌道傾斜角によっては真の質量はこれより大きな値である可能性もある。HD28185B はその大きな質量から 個体の表面を持たない巨大ガス惑星だろうと考えられている。しかし、惑星の観測データが視線速度法による間接的なものに限られているため、その半径や組成、温度といった情報は不明である。HD28185B の軌道がハビタブルゾーン内に位置することから、この構成形には生命が存在するのではないかとの推測がなされている。 ガス惑星に生命が存在できるかは不明だが、シミュレーションによれば、HD28185P はその周囲に地球質量の衛星を数十億年にわたり放置することが可能であるとの報告がなされている。もしこのような衛星が存在するのであれば、そこには生命が存在可能な環境が広がっていると考えられる。ただし、 HD28185B の周囲にそのような衛星が形成されうるのかについてははっきりしていない。その他のシナリオとしては小さな惑星が HD28185B のトロや点に長期間は安定して存在する可能性が提示されている。木星の5.7倍という巨大質量を持つ HD28185B では 木星の衛星やトロヤ軍のようにこうした天体が成立する可能性がある。ありがとうございます。